き分けだったよ。あ、そうなの？いや、ほんと今11って後半31分11。またやる？サッカー。うわーうわーうわーだ。サッカーのニュース、うん、ニュースゼロでサッカーのニュースしてる。オウンゴール、何オウンゴールって、オウンゴールって書いてあるけど、オウンゴールの意味がもう分からん。サッカーボールありがとう。次はインドネシアと対戦だよ。11月。あー、ちょっとしばらく開くね。ワールドカップ予選、あー、ワールドカップ予選なんか。来月はアウェーだから地上波放送はないかな。あら、そうなのね。え、今回日本でやってたの？自ら、あ、自分、味方がゴールしてしまうこと？へえ、オウンゴールっていうの？オウンね。よいしょ。日本もオーストラリアも自分のゴールに入れちゃったんだよ。あ、そうなんだ。両方。こんばんは。でもね、帰って、まあ、寝てた顔してるじゃないですか。私寝てたんですよ。爆睡。家帰って爆睡しててさっき起きました。すいませんね。サッカー見れなかったの？サッカーの時間は外出てたの？ん？サッカーって何時だった？帰ってきて寝てた。7時台？あ、そう、だからまだお風呂に入ってなくてメイクしたまんまです。うだうだしてるここで。来てありがとう。ありがとう。あ、ぬいぐるみ、じゃん、こいしょ。そう、ちほちゃんとご飯食べて帰ったら爆睡。ありがとう。クマもありがとう。なんか千穂ちゃんとご飯行くときどこ行きますってなったときに候補を何個かポンポンポンって何の気持ちですかって言ったら焼肉かラーメンか寿司って全部合うわーと思って。なんか、食の好みが、食の好み、なんか、細かいところは合わないかもしれないですけど、なんか酸っぱいものとかはちょっと得意じゃないんで私。でも、割とご飯の好みっていうか、そう。その時の気持ちが合うので、とても良きです。
二郎系は、二郎系、まあ、ラーメンでもね種類があるんですけど、二郎系今度一緒に行きたいです。体が二郎を求めてる。しほちゃん油そばのイメージ。確かによく油そば行く。二郎は行ったことないかな多分。ご覧になるもありがとう。コウモリもありがとうございます。ありがとう。もうダメだ、なんかさ寝起きでさめっちゃぼーっとしてる。埋もれとこ。ツイネ配信？ダメ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 。起き上がろう。起き上がり配信。ソファーの繊維が見える。ありがとう、ムラ。うん、今日は姉キューには話しかけないんです。目があった。今日は話しかけない。ちょっと口角はなんかニコってしてる今。首振ってるわ。今日はダメなの。今日は喋らないで。テコンドーから帰ってきたの。テコンドーから帰ってきたのかもしれません。よいしょ。どうして、うん、そんな気分の日もあるみたい。そうだよ。ありがとう。サッカーもサッカーボールも。もうダメだ。まったりタイム。チョコパイはね、あとね3個ぐらいしかない。なんか何気にね、なんていうんですか、なんかこうじわじわ食べちゃって結構すぐ減った。
うん、ちっちゃいから、一口サイズだから。3日前ぐらいにね、ココアさんと LINE したんですよ、久しぶりに。でね、その後ね、まあ、LINE ね、マジでお互いが既読をつけてまたすぐ返すみたいな、もう本当に既読かえ、もう本当にもうなんて言うんですか、こうルームを出ることもなく、ずっと画面そのまま開いてずっと会話し続けて、なんかなぜ電話しないんだって感じだと思うんですけど、電話じゃなくて普通にあの文字でずっと LINE して1時間ぐらいしたんですよね、夜。そうよ、もうずっと1時間ぐらい文字打ちました。1時間チャットそう、お疲れ、ありがとう。多分マレーシアの方が1時間あれだよね、は早いじゃない、遅い。時差があんまりない。そうそうそう、時差あんまないんよ。そう、結構なんか真面目な話もいっぱいしたし、なんかいろいろ話したんですけど、そう、え、元気そうだったよ。私ね、たまに TikTok ライブ見てる、ココアさんのココアさんさ、英語で TikTok ライブやってるんだよ。なんか結構夜中にやってること多いと思うんだけど、日本語喋ってくれない。まあでもね、向こうでね、いろいろとね、マレー語とか英語でね、こう生活してるから、まいちゃん LINE を使いこなしてるんだまいちゃん LINE 使いこなしてる。うーん、ある意味使いこなせないかもしれませんね。1時間もチャットしまくって電話しろよって感じでしょ。私もね、途中でね、電話にしますかって言おうと思ったけど、1時間ずっとねめっちゃね、打つの早いですよ。私も多分早いと思うんですけど、お互い早くて、最後どう終わったの？おやすみなさいえ、ちゃんとなんて言うんですか、私あの次の日に会話を持ち越すってのがあんまり得意じゃないので、おやすみなさいで終わる LINE 結構好きなんですけど、ありがとう、ママありがとう。終わり困る、え、そう、終わり困るけど、ココアさんがもう眠いってそう、なんか結構なんですか、ココアさんとかもなんて言うんですかね、そんな気を使わない感じの、本当にリラックスして話せる感じなので、おやすみなさい。
そうなんだよ。電話も終わりが困る。確かに、なんかあのあれですよね、私電話とか、電話っていうかなんか LINE もだけど、なかなか終われない、自分から終われないタイプの人なんですよね。本当に。あと私がね困るのはね、なんかメンバーとかとなんかお出かけとかするじゃないですか。なんかその日のまあなんかプランってそんないっぱい決めていくわけじゃなくって、なんかじゃあご飯食べ行こうって、ご飯食べ行って、その後どうするかとか決めるのめっちゃ得意じゃないんですよ本当に。なんて言うんですか、じゃあ帰りますみたいな提案するのもあれだし、うわなんかあの歩いてるけどこれはご飯食べ終わったとどこに向かって歩いてるんだろうとか考えたり結構するタイプなんですよ。いやそう、多分いろいろと考えすぎて深井、いやめっちゃね、そうなんかどうやって遊んだらいいのか分かんなくなってきて、そうなんだよね。マッサージ一緒に行かないの？マッサージとか行かないですね、メンバーと。なんか唯一まひなさんと一回だけ行ったことあるけど、それ以外は行ったことないです。マッサージは結構一人で行くもん。チクラ開いてない。サウナも全然行ってないな。行ってないですね。行ってない。マッサージにそもそもあんまり行ってない。ありがとうございます。なんかテレビの音大きいかな。11月の花垂公園出ないんだね。あれもう発表されてましたか？ 11 月の公演。そう、出ないのよ、私。そうなんです。ちょっとですさ、六本木か。いやそうなんですよね。東京にはいるよ、別のお仕事。東京にはいるんですけど、そう結構もう舞台の直前っていうか13日そうからなので
そう、初日が13日です。13、14、15、16、17まであるので、ちょっとね、そうなのよ。ねえ、結局東京の花だれ公演3回ほどあったんですけど、一度も出ることができず。そうなんです、申し訳ないですね。なかなか頑張ります。なんか台本ってどうやって覚えるんだろうって感じなんかむずい、なんかさ、むずい、ありがとう。ね、なんか読んでてずっと覚えらんないってなってます。まあ嫌いですね。わかんない、セリフはどうなんだろう。なんかさ、セリフが多いとか少ないとかがあんまりわからんのよねなんか一般的にこれは多いのかな少ないのかなって。オキポは覚えるの得意らしい。ええー、得意そう。オキちゃん上手だもん、本当に。滑舌、そうなの。なんか私の一番のそのすごいうわーってなってるのは滑舌が悪いところなの。本当にめっちゃ噛むの。なんかアイドルズの時もすごい噛んでたりして、よくあのもう本当にって感じだったから、アイドルズ何回か噛んだよ私確か噛んだ気がする。いや、まあ何事もなかったように確か続けると思うけど、噛んでなかったよって、本当に噛んでた気がするんだけど。あとね、イントネーションも結構自分の中でなんかよくなまっちゃうんですよね。大丈夫だったよ、ありがとう。ありがとうございます。頑張ります。よいしょ。
ありがとう、皆さん応援してくれて、もうありがとうございます。サムかわいい、あ、くれででん、サムの隣なに、モモンガ、ちいかわのキャラクターだよ。体育座りしてる。おいちゃん、おいちゃんどこ行ったんだろう。あれ、おいちゃん落ちたのかな。あ、おいちゃんあっちにいるわ。おいしたね、おいちゃん、おいちゃん、もう一人ここにぬいぐるみがいたんですけど、よく覚えてるね、ここであんまり配信しないのに。ありがとう。あっちにあると思う。アレックスまだいるの？いるよ。アレックス筆箱だからさ。ああ、見えて、あの背中チャック開くからさ、ペン入ってるんだよ。アレックスは高校生の時から持ってる。元気だよ。ハートもありがとう。ゼロにさ、ねるちゃんが出てて、ねるちゃんとかなんか簡単に言ってた、ねるさん、長浜ねるさんが出てて、かわいい。かわいい、超かわいい、ありがとう。初見さん、中村舞です。姫県出身、会ったことあるか。いや、ある、いや、見かけたこと、見かけたことっていうか、本当になんかあのし、あ、なんていうんですかね、そのお話とかはしたことないけど、うん、ティーフかな、うん、はい、お目にかからせていただきました。いいハート、ありがとう。もうなんかうわーとかじゃなくって、もうって感じになる。なんかあの驚きがね、だんだん変わるんですよね。もうすごい心の内でみたいなになります。
噛みしめて静かに驚いてます一人で。そういえばゆうりちゃんが音楽活動するみたいだね。そうだよ、なんか X でポストしてたよね。しかもさ、なんかさ、チェーターのイベントがあるの1月だったかな。行きたい行きたい。そんな来年のことは今わかんないんですけど、行きたい。なんかいつもね、行きたい行きたいで終わっちゃうの。なんかまあ、距離的な問題もあったりスケジュール的な問題もあっていつも行けないんですけど、なんか一方的に見たいんだよね。なんか話したいとかじゃなくて、もう一方的に見たい。わあ怖えわ、怖えなーって見たい。多分話そうとしたらもう何話していいか分かんなくなるから、一方的に見おきたい。ありがとう。ムラもありがとう。私のファンミーティング12月にできないかなって進めてます。まだわかんないけど、なんとなく12月らへんにできたらいいなって思ってます。急に自分のファンミの話はい、12月、今年内に1回やりたいなって思ってます。12月、はい、年内中に一回したくて。ファンミマイキューと話せる。話せるよ。どんなんかにもよると思うけど。24日空いてるよ。イブじゃん。その気持ちは嬉しいよ。でもイブは違うと思うんだけど イブ平日だよね。22がクリスマスコンサートで、24は平日？イブだね。イブはいけない。なんか予定あるんですか？なんか誰との予定ですか？
早めにお知らせね。そうだよね、多分12月上旬ぐらいにあったらいいなって感じです。ちょっとまだちょっと確定じゃないんで、こんなにあの匂わせてますけど確定じゃないんですけど、したいなみたいな感じで。めっちゃお腹鳴ってる、ぐるぐるぐる。キキありがとう。ディナーショーとかできないのかな。え、ディナーショーって何すんの。私がディナーしたいんだけど本当にごめんなさい。私がディナーしたいです。で、私もディナーはしていいんですか。ショーもするからディナーもしていい。私とディナーショーを見るのは別の人のディナーショー、私も参加みたいな。みんなでジローを食べるディナー。でも私ジロー、ジローラーメンやりたい。STU 中村前ジローラーメン。私は厳しいですよ。厳しい店主なんで。優しい二郎系ラーメン屋さんじゃないんで。ニンニクはニンニク入れますか。お残し禁止ですよ。私が店主の二郎系ラーメン屋さん。紙に星1とかになるかも「ニンニク入れますか」「ニンニク入れます」とか言われたら「お客さん出直してきてもらいますよ」入れますかって言われたらコールお願いします。全増しで、全増し多いですよ。食べきれるんですか。お残し厳禁ですからね。食べきれるまで返しませんよ最低。え、怖い。そんなジローある。いや、ないと思う。そんなにそんなこんな怖いのはないんじゃない何 58？ あ、本当だ。おやすみ急なテンション、低いテンションです。おやすみ。誕生日ボ、まつくんさん、目黒のこうじさん、たにたにさん、くまねパパさん、どこようさん、まささん、ウィル6番さん、あっさんさん、ティンさん、お花ちゃん、サムさん、ヨシーさん、東京のスワンさん。1位はドルドドン、福ちゃん丸さんでした。ありがとう。また明日、明日は
水曜日です。なんか3連休だったからすぐに水曜日が来たね。おやすみ、また明日。明日も頑張ろう。お野球、またね。見てくれてありがとう。うん、おやすみ。